ミレトスのでですす分間で私についてお話し,します最初の起業は海外だったんですけどその時は英語もしゃべれなくて本当に誰も雇ってくれなくてホームスンイも払えないので生活苦から起業しました。今のミレトスはすごくイケてるメンバーと最高に楽しいビジネスをしたいなと思って起業してます。 人生かなり伏している時間が長いっていうふうに自分で思っているのでそろそろ飛ばないと嘘だなと自分に振り立たせてますナイフを一本持って山に分けるような形のサバイバルをやってるんですけどあのやっぱり自分が生きている実感というか性に対する感謝とかあとは先人とか社会に対する感謝みたいなのが分き起こってきてその瞬間が好きですこれはぜひあの食べていただきたいなというふうに思っています僕が言葉で表現するのはちょっと嫌子だと思ってます 僕はその将来を見通せたりとか、あとみんなを引っ張っていくようなリーダーではないというふうに自覚しているので、次世代のそのビジネスは次世代のイケてるイノベーターに作ってほしいなというふうに思っています。僕はそれをサポートする側に回れたら本当に楽しいんだろうなというふうに思っています。